皆さんこんにちは。 A1 級レーサーとして輝かしい成績を残している大山千尋選手。そんな大山千尋選手を公私ともに育て上げたのは師匠の川野芽衣選手である。2023年に行われたツプレミアム G1 レディースチャンピオンで健闘した川野芽衣選手に対し、大山千尋選手もコメントを寄せていました。今回は大山千尋選手の経歴を説明しながら、師匠である川野芽衣選手の成績とコメント、そして衝撃的な師弟関係をご紹介していきます。まずは大山千尋選手のプロフィールからご紹介します。名前大山千尋、出身地福岡県飯塚市、生年月日1996年2月5日、身長161センチ、体重46キロ、血液型 O 型、階級 A1 級。デビュー2015年5月12日。1996年2月5日に福岡県飯塚市で誕生した大山千尋選手。大山千尋選手は母親が元競艇選手の大山博美さんです。これは古くからの競艇ファンにとっては周知の事実と言えるでしょう。もともとは歯科助手だったのですが、選手募集のテレビ CM を見てボートレーサーに転身。現役時代は G3 で40勝、一般戦で134勝という成績です。引退後は解説者としても活動しています。したがって大山千尋選手は幼い頃から競艇という競技は身近な存在であったと言えます。学生時代は陸上競技に打ち込んでおり、中学時代は短距離、高校時代は七種競技の選手として汗を流していましたが、競艇選手として活躍している母親のことは尊敬する存在であり、そこからさらに憧れの存在に変わっていき、大山千尋選手も母親のように競艇選手になりたいと願うようになりました。何より男性に混じっても全く引けを取らずに戦えるという部分に強く惹かれた大山千尋選手は、高校を卒業後すぐに競艇選手になるために通うことが必須となる大和競艇学校の入学試験を受けて見事合格。母親と同じく競艇選手への道を進みます。競艇学校時代の成績はリーグ成績で2位と非常に優秀であり、母親が競艇選手であるということもあって、すでにこの頃から情報通りの競艇ファンからは注目される存在でした。そして2015年5月12日にデビューし、初戦は6着、ほろ苦いデビュー戦となりました。2016年4月30日に開催された G3オールレディースジャルカップにて127走目で初勝利。このレースでは母親も出場していましたが、4コースから豪快にまくって見事初勝利を飾りました。2016年は初勝利だけではなく初優出も決め、だんだんと本来の力を出せるようになってきた大山千尋選手は、2017年の G3 レースでついに初優勝を決めました。そして翌2018年、大山千尋選手はこれまでの鬱憤を晴らすような大活躍をします。9月に開催されたヤングダービーに初出場すると、初勝利するだけではなく、女性選手としては当時初めて優勝決定戦にも進出しました。そして11月9日レース直前で引退を発表した母親の代役として大山千尋選手は出場し、急な出走ながら落ち着いた走りを見せて見事優勝。この活躍が評価されて最優秀新人賞を受賞します。2019年には人気選手しか出走できない SG レースボートレースオールスターに出場、さらにレディースチャンピオンに初めて出場すると、そのまま初勝利、初優出を決めただけではなく、その勢いのまま史上最年少での優勝を飾り、大山千尋選手にとって G1 初優勝となりました。翌2020年はスランプに陥ってしまい、優勝すらできませんでしたが、2021年にはそのスランプからも脱出し、8月に男女混合戦で1年2ヶ月ぶりの優勝。その後もずっと A1 級を維持しており、200名以上存在する女性選手の中でもトップクラスの実力を持っている選手です。そんな大山千尋選手の師匠は川野芽衣選手です。大山千尋選手と同じ
福岡県飯塚市出身のボートレーサーで、男性顔負けの豪快なターンを決めることに定評がある。数々の結果を残しているトップレーサーの一人です。イン逃げを得意としている川野芽衣選手ですが、どのコースからでもレンに絡める実力を持っています。2015年12月31日に行われたプレミアム G1 クイーンズクライマックスでは 4.4 コースから優勝した経歴があります。そんな川野芽衣選手はプライベートでは沖縄を愛するあまりに沖縄に移住したことでも知られています。お二人が師弟関係を結ぶことになったきっかけは、大山千尋選手の母で元ボートレーサーの大山博美さんと川野芽衣選手が同じペラグループに所属していたことから始まります。大山博美さんにお世話になっていたという川野芽衣選手、そのため娘である大山千尋選手がデビューしてからは行動を共にすることが多くなり、必然的に先輩としてプロペラやレースについてアドバイスを送るようになっていったそうです。最初のうちは正式な師弟関係を結んでいなかったことから、お互いがお互いに遠慮しながらアドバイスをしたり受けたりする関係でした。しかしだんだんとお互いの思いが強くなっていき、4年の時を経て正式な師弟関係を結ぶことになったのです。大山千尋選手は師匠の背中をずっと追い続けて頑張っており、いずれは師匠と同じレベルで仕事をしたりレースについて語り合ったりしたいと語っています。 SNS 等では仲良く食事などを楽しんでいる姿が投稿されており、良い師弟関係が築けているお二人です。川野芽衣選手は師匠として大山千尋選手の出場したレースはしっかりチェックして、良かった点を褒めたり改善点を指摘したりしているのだそうです。大山千尋選手も師匠の川野芽衣選手のレースをチェックして分析し真剣に応援しているようです。川野芽衣選手が2023年8月から行われたツプレミアム G1 レディースチャンピオンで4枠で優出していたことについて、大山千尋選手は住之江ボートで行われたトークショーで、川野さんに優勝してほしい、津へ行く前に連絡しました、予選トップで通過して優勝戦に乗れてよかったとエールを送っていました。そして迎えた最終日12レースの優勝戦、レースは2コースまくりに出た遠藤恵美選手が先行、川野芽衣選手は4角早指しで追いました。遠藤恵美選手のターンがやや流れ、川野芽衣選手が届くかと思われましたが、遠藤恵美選手に伸びられてしまいました。今は悔しさしかないです。優勝戦2着。川野芽衣選手は唇を軽く噛みしめました。遠藤さんの方が良かった。準優もそうだったけど、自分は伸びがなかった。それでも予選トップで三浦恵里選手に刺された。準優の反省を踏まえた調整はズバリ、一番いい状態でした。かかり、回った感じは力強さがあったと言えるところまで仕上げた川野芽衣選手。最後に、準優で逃げていれば勝てたかなとポツリ。弟子の大山千尋選手もこの結果には悔しかったに違いありません。いかがでしたか。大山千尋選手の経歴を説明しながら、師匠である川野芽衣選手の成績とコメント、そして衝撃的な師弟関係をご紹介しました。師匠である川野芽衣選手の結果は悔しかったとはいえ、優勝戦2着という素晴らしい結果でした。健闘した師匠の姿を見た大山千尋選手は、さらなる成長を遂げること間違いなしですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。